まあ、本当にこうディフェンスのところで今日もそうなんですけど、まあ、後半も、まあ、前半あまりにももちろん千葉さんの、ね、シュート当たらなかった、まあ、後半も、ね、同じように20何点で抑えるのは難しいんですけど、やっぱり後半の時間帯疲れてきた時に本当にこうポジショニングがすごい悪くなってくるっていう時間帯があったので、まあ、今日もやっぱりこうどれだけ40分間最後のあの終盤になってディフェンスのところ失格、そこは規律高いんで、やっぱ僕らはで僕も求めてるところはあのそこはまだまだ課題あるなっていうところと、まあ、あとオフェンスのさっき言ったように本当に打ち切ってほしいです。もう本当に単純で言っていいほどもう打ってほしいです。もうなんで打たないのっていうのをもう何回も今日で、そういう時ってリズム悪くなるから、僕らあとオフェンスリバウンド行くこともすごい打てばいいっていう話じゃなくて、その後のオフェンスリバウンドとかもやっぱ意識してやってるので、そのタイミングが悪いと結局リバウンドもいけないし、まあ、そこはまあやっぱ僕もすごい今日あのそれで僕負けんだったり正直やっぱ見てる方々も含めて、あ、打たないでそれで終わっちゃうんだとか、ミスしてそれがこの間だったのに今日まあ何人かのねちょっとそういうパターンが出てしまったのはまあ、悔しかったですね。逆にやっぱりもうちょっと解決できたんじゃないかっていう部分は正直あったので、はい、まあ、でもなんかこの悔しちょまだねリーグ戦別にここ勝ったからって別に何かのゴールではないので、まあ、引き続き課題にしながら取り組んでほしいですし、まあ、でもちょっとマイナスな話になるのも嫌なんで、あのやっぱり勝ったことは素晴らしいですし、むしろあのもう試合してる時にもやっぱ天皇杯優勝できなかったともう悔しさが逆に試合中も僕込み上げてきちゃってて、本当にあのこのチームはやっぱり日本一になるチームだと思ってるので、まあ、あとは本当に自分がどれだけ選手たちを手助けできてあのまとめさせれるっていうところだと思うので、はい、まあ、あのあ残りのところはもちろん個人個人もありますけど、自分としてもしっかり、仕上げていきたいなと思います。ありがとうございます。失礼します。